こんにちは、舞肌先生です。皆さん、草や金属、化粧品などで肌がかぶれた経験はありますか？それは正式には接触皮膚炎と呼ばれる皮膚疾患で、重度の場合は水ぶくれができたり、症状が全身に及んだりすることがあります。この動画では接触皮膚炎の原因や治療、また後に残さないための方法について解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。マイハダチャンネル。接触皮膚炎とは、何かが肌に触れた時に皮膚症状が出る疾患で、触れた部分に赤みやかゆみのある湿疹ができたり、重度だと水ぶくれやただれなど火傷のような症状が起きたりすることがあります。原因物質は様々で、道端に生えている植物が原因になることもあれば、ニッケルなどの金属や化粧品、軟膏、おむつ、光など、人によってあらゆるものが原因となる可能性があります。触れた部分にのみ症状が出るので、その部分に触れたものの記憶をたどっていけば原因物質は推測しやすいですが、確定診断にはパッチテストが有効です。パッチテストとは、アレルギー物質である疑いがあるものを実際に肌に触れさせて48時間おき肌の反応を見る試験で、赤み、腫れなどがあれば陽性になります。アレルギーが起こりやすい物質なども含めて検査できるので、気になる方はぜひクリニックで相談してみてくださいね。接触皮膚炎には、強い酸やアルカリなど皮膚に毒性のある物質により誰にでも起こる刺激性接触皮膚炎と、金属、植物、化粧品など人によってアレルギー反応の対象となり起こるアレルギー性接触皮膚炎の2種類があります。刺激性接触皮膚炎は皮膚自体に毒性があるものに対する皮膚炎なので、触れば誰にでも起こる可能性がありますが、近年手洗いのしすぎなどにより皮膚のバリア機能が落ちてしまい、本来なら問題のない石鹸やシャンプーなどで接触皮膚炎が起きてしまう事例が増加しています。アレルギー性接触皮膚炎は、原因物質が一度皮膚に接触した後に皮膚の中でアレルギー物質に認定されてしまい、その次に接触した際にアレルギー反応が起こってしまう皮膚炎で、日常生活のあらゆるものが対象となりえます。1回目に触った際は症状がなく、2回目から発症すること、人によって対象になる物質が違うことが特徴です。治療は、原因となる物質を取り除くことが基本になります。接触している時間が長いほど症状は悪化してしまうので、できる限り早めに取り除くようにしましょう。症状が軽ければ、原因を取り除いた後すぐに改善しますが、重度の場合は取り除いた後も症状が続くことがあります。赤みやかゆみなどの炎症反応が長引いてしまうと、その後色素沈着になる可能性があるので、症状が長引くようであれば炎症を抑える作用があるステロイドを塗りましょう。市販薬であれば、体なら強めのストロングクラス、顔なら場合によってはミディアムクラスまでの強さを選ぶと良いでしょう。ステロイドの効果、副作用や市販薬の選び方についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、ぜひ見てみてくださいね。また、抗ヒスタミン薬も有効です。市販薬でも様々な選択肢があり、これらはアレルギー反応を抑えてかゆみを減らす効果が期待できます。症状が重度の場合は医師に相談するのがおすすめですが、軽い症状であればこれらの対策でも治すことができるので、ぜひ参考にしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。舞肌チャンネルでは他にも美容皮膚科の動画をたくさんアップしているので、ぜひチャンネル登録をしてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。